お。さて、全国のチラムネファンの皆さん、大変お待たせいたしました。ただいまより千歳くんはラムネ瓶の中オンラインツアーを開始させていただきます。言ってますか。はい。さあ、ということでですね、こちらにございます。ちょっと今これ5巻なんですが、千歳くんはラムネ瓶の中、略してチラムネは、皆さんご存知の通り、このライトノベルがすごい2021において文庫部門第1位を獲得されました。なんと2年連続第1位ということで、はい、はい、こちらすごい快挙ですよね。まあ言うまでもなくですね、実はこの千歳くんはラムネ瓶の中チラムネの舞台が福井になっているんです。はい、まさにですね、この福井では今コラボイベントの真っさら中ということで、今日はそのコラボイベントに来たいけどやっぱりご時世的にもなかなか来れないよっていう方のためにも、オンラインで聖地巡礼気分を味わっていただこうということで、本日オンラインツアーを開催させていただきます。はい、ただいまですね、リアルタイムで配信しておりますよ。さあ、そしてですね、本日スタジオに豪華なゲストをお迎えしております。まずなんといっても作者のヒロム先生です。ありがとうございます。千歳くんはラムネ瓶の中の著者のヒロムと申します。よろしくお願いします。お願いいたします。そしてですね、現地にはこのチラムネの編集者岩浅さんにもお越しいただいております。見てるかな。画面の向こうにいらっしゃいますね。はい、そしてコラボの中の人でおなじみの福井市デクラさんにもお越しいただいております。よろしくお願いします。ということでですね、今回はこの豪華なメンバーで巡礼あり、告知あり、そして地元ならではの情報ありということでですね、盛りだくさんの内容を発信していこうと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい。さあ、始める前にですね、皆さんに最初にお断りさせていただくんですが、今回のツアーは作品の中の多大なるネタバレを含むものとなっております。その旨をご理解いただいた上で、ぜひチラムネオンラインツアーお楽しみください。もちろんですね、作品を知らないという方、まだ見てないという方は楽しめないというわけではございません。ちょっとチラムネ気になってるけどまだ読んでないよという方や、チラムネっていう作品の中に福井が出てきたからちょっと気になってきましたっていう方もですね、楽しめるようなコーナーになっておりますので、ぜひ最後までお付き合いいただけたらと思っております。はい、さあ、始める前に皆さんにですね、今日は告知していたように、あのプレゼント企画があるんですね。出ましたね。さあ、こちらですね、左下ご覧ください。さあ、今回の配信中にハッシュタグチラムネオンラインツアーをつけてツイートをしてくださった方の中から、抽選で15名様にプレゼントをお送りする予定となっております。バシバシツイートしてくださいね。これね、リアルタイムですからね。はい、はい、今まさに見てくださってる方が、このハッシュタグカタカナでチラムネオンラインツアーをつけて、今回のツアーの感想だったり、または質問だったりをバシバシとタイムラインに流していただけたらと思います。さあ、そのツイートからですね、抽選で15名様決定していきますので、たくさん投稿した方が有利ですよ。はい、ということで何卒よろしくお願いいたします。プレゼントの当選者はですね、ツアーの最後に発表させていただきます。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。それでは早速始めてまいりましょうか。まずは本日お供させていただきますメンバーから簡単にご紹介させていただきます。では、ちょっとヒロム先生から自己紹介をお願いいたします。はい、改めて千歳くんはラムネ瓶の中の、ヒロムと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。福井市の、デクラと申します。市役所のおもてなし観光推進課で、チラムネ福井コラボを担当しております。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。そして本日の司会を務めさせていただきます、福井県でフリータレントをしています、現在20歳です、大川春奈と申します。よろしくお願いいたします。はい、さてさて、今回ですね、盛りだくさんの内容になる予定なんですけれども、まずはと言いますか、早速はと言いますかね、このヒロム先生にこのらの受賞から今までの心境などについてお伺いしていこうかなと思います。まずはヒロム先生、このらの2022、文庫部門
受賞おめでとうございます。ありがとうございます。少しですね、時間が経ってしまいましたけれども、はい、この受賞から今までのこの心境などいかがですか？はい、まあ、受賞が嬉しかったことはもちろんなんですけれども、やっぱあのぐらいを皮切りに、それこそ本当福井の人たちの熱量がやばいことになってきたな。なんか福井って僕正直それまではちょっと控えめな人が多いのかなとか思ってたんですけど、なんかめちゃくちゃ熱い人が次から次へと出てきて、今までどこに隠れてたんだろうみたいな、それに一番驚いてますね。なるほど、うん、まあ、まさにそのデクラさんを筆頭にという形になってるんじゃないですか、うん、ここから大体つながって、まあ、そうなんですけど、まあ僕がみたいな、そういうやり方をしてはいるんですけど、やっぱりもう本当に芋づるのようにですね、うん、どんどん出てきてて、でもう本当に あの人見つけたよとか、あの人知ってたよみたいな、どんどん僕にいろんな人がつないでくれるので、うん、もうそのためのアイコンとして僕がやってる的な感じになってるかなと思いますけど、本当に熱くなってきてますね、はい。このファンのコミュニティを司る方ということでそんな感じがしておりますが、まあですね、このご存知の方多いかなと思うんですけれども、改めてご紹介させていただきます。なんといってもですね、この千歳くんはラムネ瓶の中、略してチラムネの舞台はですね、なんといってもこの福井が舞台となってるんですね、はいはい、ほとんどこの町福井が舞台となっています。そうですね、うん、福井市のですね、しかもかなり絞られた範囲で、多くのスポットが登場しているので、地元の人ならすぐ分かるような場所がいっぱい出てきていて、現実なのかフィクションなのか分からないみたいな没入感で読めるのが、福井県民だけの特権だなっていうふうにチラムネを読んでいて思っています。それで、まあ、福井コラボっていうのも、その没入感っていうのもテーマにして、皆さんに聖地巡礼っていう形で、作品にもっと没入してもらえるようなっていうようなものも考えながら、作っていっております。かなりボリュームと満足度が、あるよあるよという間に広がってきましたので、本当に多くの方にお喜びいただいてるんじゃないかなっていうふうに思っております。ボリューム満点ですよね、まあ、ちなみに平野先生はその福井をこう舞台にされるっていうことで、前にそのお考えなどいかがですか？うん、そうですね、最初は都会の物語にしようか、まあ福井の物語にしようかってすごい迷ったんですよ。やっぱり都会の方がデートスポットとかもいっぱいあるし、いろんなイベントもあるし、多分書きやすいんだろうなと思ってたんですけど、やっぱり自分がこの福井で青春時代を過ごした人間だったので、まあ、やっぱり田舎ならではの青春というか、そういうのが自転車で田んぼ道走ったりとか、なんか河原沿いでこう缶コーヒー買って友達と食べたりとか、なんかそういう田舎の青春のエモさみたいなものってやっぱり届けたいなと思って、地元福井を舞台にさせていただきました。なるほど、まあ、それもこのヒロム先生が高校時代まで福井で過ごされたっていう、まさにそこからの体験もありなんですよね。本当にだからこそ作品の舞台にリアリティが非常にあるっていうのがチラムネの特徴なんじゃないかなと思います。まあ、そしてですね、私たちからすればやっぱり作中に出てくるエルパだったりとか、うん、八番ドームですね、そしてヨーロッパ圏とかね、うん、もう怒涛のようにローカルネタが出てきますよね。もうこれがなんかチラムネの世界だっていうのと、あとはそのだからこうヒロム先生が書かれたっていうその理由もなんか納得ですよね、うん、はい。まあ、ちなみにですね、今回 そのオンラインツアーでは後ほどこの聖地巡礼皆さんがされる時の参考にこの作品の世界を探訪させていただこうかなと思うんですが、まずその前に福井県とは一体どういうところなのかっていうのをさっとご紹介したいと思います。さあ皆さん、小学4年生の授業を思い出してください。こちら日本地図ですね、のこの真ん中のあたり、これが福井県です。はい、よく間違われるんです。そうね、福島とか福岡とかありますからね。そうはい、さあこのですね、福井県の上の方、福井市がチラムネの舞台になっています。主にここなんですが、これはですね、県庁所在地がある福井市ということで、ドローン映像ですね、結構雪積もってますよね。いや、今年は本当に雪がですね絶対降らないって高く食ってたんですけど、結構降りまして、コラボ冬に設定しちゃったので、だいぶ気が気じゃなかったですねコラボ企画をね、そうなんかね、結構ファンの子たちも大丈夫かな、雪いけんのかなみたいな感じでね、
そうそうそう、うん、かなり危ねえなって思いながら、でも結構やっぱ書道から来てくれて嬉しかったのを覚えてますね、うん、そしてあの福井で、まあ、名物と言いますと、まあ、やっぱり何と言ってもカニが有名なんですけれども、他にも最近だとお蕎麦がですね、あの全国のランキングで2連続で1位になったとか、東尋坊なんていう観光地も、有名っていうようなことをペチャクチャ喋っていきたいのが観光の佐賀なんですけれども、まあ、ファンの皆さんはそれはちょっとまだいいからということだと思いますので、どんどんですね、福井の町の聖地巡礼に進めていこうと思います。行きましょう。はい、はい、それではですね、ここから早速オンラインツアー聖地巡礼レッツゴー。さあ、ということで最初にやってきたのはこちら JR 福井駅前です。あ、もうちらっと見えてますね、この外壁だったりとか、ね、見てくださいよ、本当にね、恐竜がたくさんいるんですよ。なんといっても福井県は恐竜の聖地でもあるわけです。まあ、これは白峰とは違ったベクトルで全国的に非常に有名なんですね。特に勝山市にあります福井県立恐竜博物館という建物は世界三大恐竜博物館の一つで、毎年本当にたくさんの方が訪れています。これね、丸いあの卵みたいな形です。はい、そしてですね、白峰の世界の福井駅前に描かれているこの描写ではですね、実際に福井駅にある恐竜のモニュメントが登場しています。これですね、あの佐久君がノッポチビ1チビ2って名付けたやつですね。よく覚えてるしっかり覚えております。そうなんです。まあ、例えばですね、第2巻のページ299ページぜひ開いてくださいね。広場では動く恐竜モニュメントとしてシンボルになっている首長の福井ティタン、これですね、はい、そして向かい合う福井サウルスと福井ティタン、失礼しました、福井ラプトル2回出てきちゃった、福井サウルスと福井ラプトルがライトアップされているとさらっと描かれています。またですね、その恐竜に近いものといってはなんですが、こちらジュラチックというマスコットキャラクターも登場しているんですが、これも全部事実のお話なんですね。特にですね、私はこの喋るお仕事を始めたのがですね、高校1年生の時にこのジュラチックの PRMC を担当したということがきっかけだったので、本当に作中に全部出てきて、なんか本当に嬉しくなりましたありがとうございますね、あのこうやって結構忠実に描かれてますけど、世界観とかいかがですか？これもやっぱり描くときにちょっと迷ったのが、うん、本当に福井にあるものたちを登場、ものとか場所を登場させるのか、それともある程度フィクションとして ぼかすのかっていうことでちょっと迷ったんですけど、うん、でもやっぱせっかく福井を舞台にするなら、可能な限り実際のにあるもの、福井を感じられるような描写とかを増やさないと、わざわざこの偏僻な田舎を舞台にした意味がなくなってしまうなと思って、なのでなるべくあの福井にある風景とか福井にあるお店っていうのをあの積極的に出していきたいなと思ってあの書いています。はい、なるほど。早速ですけれども、今お店の話が出ましたね。福井駅周辺はですね、かなり柵がよく、柵たちですね、いろんなとこ行ってるところでして、僕も高校時代よく立ち寄ったので、いろんな場所がすぐ、浮かんでくるような感じなんですけれども、この福井駅周辺のですね、人気の巡礼スポットにまず行ってみたいと思います。はい、画面の方出てきますかね。はい、なんか街中ですね、ここは電車通りですね、でこれがハピリンですね、はい、駅の横の商業施設、横ちょっと動きまして、これガレリア元町ですね、はい、という商店街ですね。ガレリア元町っていう名前自体はもう作品の中に出てきてます。うん雪降ってますね、はい、これぞ福井っていう感じですか。そうそうそう、はい、はい、あ、おしゃれなお店が出てまいりました、ね、はい、こちらがまずね、2つ目に紹介するカフェスムですね。はい、スムさん、こちらの作中にも出てきております。第2巻のページ14ページです。ちょっと読ませていただきますと、深い群青を基調にした外壁や看板、ワンポイントとなる明るい色の木製ドア、あの七瀬ゆずきが待ち合わせ場所に指定するならこういう店に違いないからだと、今読み上げたのが作品の中での描写です。ね、スム、実際にこう作中に登場されてますけども、あの書かれる時の裏話とかあります？はい、これ実は僕が、作家になる前にフリーランスのライターをやっていたことがあったんですけれども、うん、その時に実は最初はお仕事で取材であのここに訪れまして、
で、あ、福井にこんなおしゃれなカフェがあって驚いて、でそれを2巻書いてる時に思い出して、あ、ゆずきだったらきっとこういうお店知ってるだろうなと思って、あの登場させました。へ、本当にリンクしたんですね。うん、そうですね。なるほどなるほど、まあ、そしてですね、まあ、続けていきますと、また読みますね。はい。さあ、宝石をつきながら微笑む彼女は、ただそれだけでどんなインスタ映えスポットよりもインスタ映えする魅力をまとっていた。これちょっとやばいですよね。いやー、かいの再現度高い。私たちが見てた幻覚じゃなかったんだみたいな。これ熱いですね。実際この席ですよね。そうですね、イメージはこれでいいんですよね。はい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 。土屋のテラスなんかも実際座った方結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。はい。とそして、サクたちが食べているのが出ますかね。エッグベネディクトなんですけれども、うん、はい、こちらですね、はい、昨日もツイッター見てたら何人か言ってらっしゃいましたね、うん、チラムネファン食べたい食べ物ランキング上位に入ってくるんじゃないかなと思うんですけれども、うん、ランキング確実上位の一品で、千歳作が、ベーコン&オニオン、七瀬ゆずきが、スモークサーモン&アボカドを注文してますね、うん、巡礼に来た人もすごい美味しかったっていう風に言ってきてくれてるので、お店の人もめちゃくちゃ喜んでやってますね。はい、めちゃくちゃうまいんですよね。うまい。ちょっとエッグベネディクトの概念変わるぐらい、美味しくて、で昨日も、実は、岩浅さんとレームさんは食べに行ったんですよね。おで僕も行く気満々だったのに、僕講演会の図書館のね、図書館の講演会をしたんですけれども、うん、ちょうどその準備が重なってしまって、岩佐さんたちは平気で僕を本番前でドキドキしている僕を置いてエッグベネディクトを食べに行ってましたね。ですごい満足そうに帰ってきました。ちょっと悔しいですね。本当にね、私たちも高校の時から何度も食べているものです。本当ですか。僕高校の時なかったな。僕もなかったですね。そっか、実際に本当にね、私たち世代の高校生の集まる場所というところにもなっていますよ、うん、はいね、本当にチラムネの描写の中ではですね、住むっては書いてないんですよ、うん、でも私本当に何回も行ってるし、高校生の時何回も行ったので、あ、絶対住むだって分かるんですよ。です、ね、後から住むって書いてなかったことに気づきました、うん、あ、そのぐらいの人ですね。本当に、はい、いやー、ちょっとね、最初から結構熱い感じのボリュームでお届けしていますが、じゃあちょっとどんどん聖地巡礼続けていきたいと思いますよ。はい、はい、さあ続いては画面切り替わりますね。あ、はい、路面電車ですね。はい、路面電車。じゃあちょっと私は作品の記載を読み上げてまいります。続いて第5巻のページ36ページです。駅前商店街が淡くなでしこ色に染まり、その真ん中を1両編成の路面電車がトコトコと走っていた。ということで、それがこちらですね。トコトコが可愛いですよね。まあ、ちょうど画面ではですね、先ほどカフェのあったガレリア元町のちょっと前の通りを走っている風景になっています。車両自体はもしかしたら違うのかもしれないんですけれども、まあ、福井鉄道の路面電車ですね、うん、この路面電車が走っている光景っていうのは本当に福井の日常で皆さんすぐ思い浮かぶ情景だと思いますね。コラボポスターでもやっぱり福井鉄道さんにお願いして、これもゆずきの背景に福井鉄道が当たっています、うん、はい。実際に路面電車作中に登場させていらっしゃいましたけれども、描写とかも細かいですよね、うん、そうですね、やっぱりなんか福井帰ってきた時に駅を出てこの路面電車が走ってる風景を見ると、あ、なんか福井帰ってきたなっていう感じがすごいしますね。やっぱり印象的なものかなと思います。うん、確かに福井時間って感じですよね。うん、そうですね。ね、さてさて、それでは続いてですね、チラムネ聖地の中でももう圧倒的な熱量を誇っているエルパへ向かっていきたいと思います。エルパは今紹介した福井市の中心部から少し離れているので、このバスで向かっていこうと思いますよ。いやー、びっくりしましたね。エルパはですね、結構ちょっと郊外の方にあるんですけど、バスがいっぱい出ていて15分に1本ぐらいは出てるんですよ、うん、で、そのおすすめがこのエルパバスですね。ピンク色が目印で、なんとチラムネのラッピングまで今回してしまったという、これめちゃくちゃ直前で急にやるってなってやりましたね。エルパバスもそうですけど、市内の公共交通機関の方にはご協力いただいて、いろんな公共交通機関の中に
にコラボポスターが、中吊りとか入ってますので、ぜひ公共交通機関の方も乗ってくださいね。実際ヒロム先生見ていかがですか？いや、あのツイッターでずっと見てて何なんだこれはって思ってて、で今回帰ってきた時ちょうど駅前に泊まってたんですよ。めちゃくちゃ感動しました。思ってたよりでかかったし、ラッピングがすごいって思ってそうですよね、もう当たり前のようにいっぱい走ってますからね。どんどんやっていきたいですね、はい、許してくれるなら、はい、マシマシつなぎます、はい、ね、見るたびにテンションが上がります。あのところでちょっとお聞きしたいんですけれども、ヒロム先生、はい、あのエルパから駅前、あ、駅前からエルパって結構距離があると思うんですけれども、はいはい、実際にそのタクたちは自転車だったりとか徒歩だったりとかで移動してたんですか？そうですね、基本的に福井市内の高校生はあのチャリでどこでも行くっていうのが僕の心情ですね。まあ、実際自分が高校の時とかも本当チャリあれば大体のところ行けてました、ね。でも本当にタフな高校生時代ですからどこでも行けちゃうんですよね。さてさて、出ますかね、バスを乗ってエルパに到着しました。さあ出ますかね。さあ見てみてください。あ、映ってる映ってる。来た来た来た。見てください、この巨大なポスター。これですよね。これちょっと大きすぎるんですよね。あのこれ実は国道8号線からも一番よく見えるポジションに飾ってあるということですね。はい、実際ちょっと見てみていかがですか？いや、これようやく昨日本物を見たんですけど、あのなんかこうやってこう画面越しとかに見てると、うん、なんかいや大きいのは分かるんですけど、なんとなくこうイメージ的に言うてもちょっとちっちゃいのかなと思ってますけど、実際この下に立って見上げたらとんでもねえ白門が張ってあるなと思ってちょうど夜であのライトアップみたいな感じになってる時間帯に行ったんですけれども、はい、昨日本当に担当編集の湯浅さんと2人で見上げながら、ここで酒が飲める、ここになんかシート引いてずっとこれ見ながら飲みたいっていう話をしてましたね。なるほど、すごい感動しました。いつ動くんだろうって思いながら、でもきっともう行きましょうって言っちゃダメなんだろうなって。そんぐらいずっと見てました。あ、そうなんだ。でもいつか駐車場で晩酌されるということで、まあですね、実はですね、このエルパを含むフェアモール福井という建物が福井最大のショッピングモールになっています。ちょっと一巻の記述を読み上げさせていただきますね。一巻ページ151ページです。服や雑貨の買い物はもちろん、映画もゲーセンもカラオケもスタバも同じ敷地内にあるから、基本的に休日の福井県民はここに来る。いや、どうでしょうか？一言一句そのままですね。エルパに行くと必ず知り合いに会う。本当そうです。でね、もう映画見てても合いますしね。私もその通りだと思いますよ。さて、それではエルパの中に今日入っていきたいと思います。行きましょう。はい、さあ、フェアモール福井の敷地内にはですね、作品に出てくるテナントのお店の数多くが実在しています。そして作品には登場していないんですが、エルパの中にはこの聖地巡礼のまさに拠点といえるスポットがあるんですね。それがこちら、エルパの中にある本屋さん、握手さんです。はい、握手は、エルパの中にある本屋さんなんですけど、実はあのチラムネの聖地巡礼イベントをやろうという企画を僕の中で考えているときに、やはり核になる施設を作らないといけないなっていうふうに思っていて、その時に握手さんが名乗り出てくれたというのがきっかけで、今も、聖地巡礼ノートを設置してもらっているほか、コラボの中でもアンテナ的な存在として、聖地巡礼マップを配布してもらったりとか、キーワードラリーの景品交換場所、エルパの企画の窓口、等身大パネルの設置なども、あらゆる企画のハブになっています。それに加えて今すごく嬉しいのは、あのファンの方がとりあえず握手に行こうみたいな感じで握手に行った時に、スタッフの方が、皆さん本を読んでいるので、ファンの方と話をしてくださって、でそれがファンの方から握手で話したのが面白かった、福井のリアルが聞けたっていうようなコメントをよくツイッターで見かけるのはとても嬉しく思っていますね。はい、とりあえずここに来れば大丈夫というスポットです。いや、素敵ですね。はい、次の行けますかね。そして、皆さんこんにちは、握手の石田です。今あの毎日チラムネファンの方がお店に来てくださっています。このコラボをきっかけに初めてこの千歳くんはラムネ瓶の中を
手に取った方も増えてまして、例えばこの缶バッジをつけている店内のスタッフを見て、あ、なんか可愛いってすごく気に入ってくれて、小学生ぐらいの女の子とお母様がこの白胸を買いに来てくださったりとか、あとこの幻の女っていう小説なんですけど、これ実はアスネーが一巻の登場シーンで読んでる物語で、同じ気分でこの物語の世界を楽しむという方が実際に手に取って読まれる方もいらっしゃいます。私も読んだんですけど、高校生のアスネーがこの本を河川敷で読んでいるっていうのを想像して、なんかすごくワクワクしましたこんな楽しみ方もあるんだなっていうことで、チラ舟の世界を今目いっぱい楽しんでますリカさんリカさん手振ってる皆さんこんにちは、アクシの石田ですはいこれですね、聖地巡礼の音ですね。でこの中ね、本当にファンのいろんな方の言葉が書かれていたりとか、なんといってもヒロム先生と、そして同行されたイラストレーターのレイムチさんが巡礼ノートに書き込みをされたんですね。こちらですねめっちゃ豪華。いやこれあれなんですよ、なんか、結構バタバタしたスケジュールの中で書かなきゃと思って、はい、ヒロムさんじょってノリで書いたら、はい、後々これが新聞とかで取り上げられちゃってもうちょっといいこと、レームさんめちゃくちゃいいイラスト描いてるのにもうちょっとなんかいいこと描けばよかったなって思ったんですけど、開き直って、はい、昨日ヨーロッパ圏のノートにもヒロムさんじょって書いて俺はこれでいくって思っていやもうなんかなんとかライダーみたいな感じのね登場文句になってるんですねかっこいい、はい、そしてですね、ここではね皆さん注目の、チラムネ福井コラボのオリジナルグッズの販売も行っています。ですね、今日はですね実際にグッズをお見せしようと思って、あ、いくつかグッズをですね、見えないですけどここら辺にちょっと置いてあるんですよね。このねこちらのアクスタもそうですし、なんか見せます、どっかいくつか手に取って出してみたりとか、あ、めっちゃ可愛い。これはお店で配ってるショップカードですね。はい、こんなものがいろいろ入れております。そしてですね、一番でアクスターも2回かな売り切れてるし、ポストカードも1回欠品していて、で追加しながらやっているっていうような感じなんですが、一番3回の欠品をしているのがですね、この、映りますかね。グリッター缶バッジ、いわゆるガチャですね、このブラインドになっておりまして、中身が何かわからないということで、猛者がですね地引きするまで引かないということで、今回はぜひその気持ちを先生にも味わってもらおうと思って、やってみてください。僕ね、こういうのコンプリートするまでやめられないタイプなんですよだからツイッターとかで見てて、あれやばいシステムだなと絶対僕に沼落ちするタイプだなと思って、じゃあ誰出ますかね。来ます、ドキドキです。このご本人が開けるっていう、そうそうそう、あ、ゆあちゃんです。ゆあちゃん、かわいいめちゃめちゃ綺麗なんですよ本当に、これめっちゃキラキラしてるんですよね。そうそうそう、キラキラしてるんですよ本当に、すごいなと思って、で発色もねまたいいんですよね、これ全部グッズ発色がいいので、そう、このバッジもアクスタも本当になんか飛び出してきたかのような、ね、発色ですよね。またぜひですね、皆さんにもね手に取ってもらいたいと思っておりますね。はい、おめでとうございます。ありがとうございますはい、また当たるまで引いてください、はい、すげえ嬉しいなこれ、ね、嬉しいけど、はい、僕も目の前で何人かラオウ見てますからねあ、こんなんなるんだって思ってなるなる、私もアスネがなかなか出なくて、あ、そうですね、毎週苦戦してます、はい、では、続いて、グッズ販売のお知らせいきましょうかね。このグッズなんですけど、なかなか福井に行けないっていうような声もありますので、福井以外でも購入できるようにっていう声を多くいただいております。で福井はファン目線なので、通販の予定がありますということで、大川さんよろしくお願いします。はい、さすでにですねツイッターなどで告知させていただいているので、ご存知の方もおられるんじゃないかなと思うんですが、まずはコラボ期間終了後にグッズを作ってくださっている氷田印刷さんのオンラインショップで販売されます。お世話になっております。はい、さあこちらですね、確定後にですねツイッターやホームページなどでお知らせをさせていただきますので、ぜひチェックしてください。はい、さらにさらにですね、
ちょっと次は関東済みの方がメインになるんですけれども、今週末3月26日土曜日、27日日曜日に開催のアニメジャパンにもなんと氷田印刷さんが出展されるということで、こちらもチラムネグッズが買えてしまうようですよ。おラインナップ出ましたね。ここでだけちょっとこっそり見せているので目に焼き付けてくださいね。下の方にね、そうそうそう、で下の方にチラムネもありますね。いやもうアニメにもなってないのになんでアニメジャパン出れるんだろうって感じですなんか僕もあそっかアニメ化してたもんなっていう気になっちゃうしてたしてたもう見えてるんですね。そうそうアニメ化の未来がね。いやちょっとそれは楽しみになってしまいますね、どうしてもはい、さてさて、まあ、グッズの情報をお届けしました。これからもぜひ詳細チェックしていってください、はい、ということで聖地巡礼の旅続けてまいりましょう。はい、ではですね、先ほど言ったエルパを出た後は道を一本それた田んぼ道を通って南へ向かっていきます。こちら徒歩20分ほどでチラムネの登場人物たちが頻繁に食している八番ラーメンの新母店さんに到着です。新母店ですね、こちらはエルパからちょっと徒歩20分ということで距離があるように感じるんですけれども、五感にも出ているようにその道中にですねチラムネに出てきている場所が結構あるのでおすすめなんです、うん、と100万ボルトですとか、ドンキホーテ、あと店名は、どのお店っていうのは確定できてないんですけれども、福井のドラッグストアゲンキーさんがすぐ近くにあるので、あそれらを見て、行くことができるので皆さんぜひ立ち寄ってみてくださいね、うん。さあこの八番ラーメンはですね第1巻で山崎健太を連れて初めて登場するお店です。福井県民のソウルフードです。なんでやろ八番、ね、そうなんでやろ八番って言うんですよね。そうそうそう、はい、まあ、ちなみにですね、はい、あ、超すごいすごいポスターもありますよ。あ、そうそうポスター出てきましたねはい、そしてそしてまあ辛麺っていうのがね、ファンの皆様の中では結構有名なんじゃないかなと思うんですが、汁のないラーメンこちらですね。サクがラー油と酢をかけて食べています。はい、ヒロム先生こういった地元の食材をストーリーの中に取り入れてる他にもこう毎回それぞれキャラがチョイスする食べ物だったりとか、あとはそのアレンジの方法まで結構描写細かく書かれてますよね。なんかこだわりがあるんですか？そうですね、単純に僕昔から、読んでる小説で結構食を細かく描写してくれる本が好きだったんですよ。なんか読んでてお腹減るなみたいな、なんか村上春樹読んでるとパスタ食いたくなるなみたいなのが好きだったの でなるべく、まあ、福井が舞台になってるのでなるべくそういう福井の食みたいなものは積極的に描写したいなと思って書いてます。へえ、なるほど。ちなみに汁なし野菜ラーメン、はいはい、ご存知でした？はい、それ僕知ってますって言ったら八幡ラーメンの公式さんにそれ知ってるのはなかなか通ですって言って認定してもらいましたね公式さんに、はいね、隠しコマンドみたいなところで注文できるんですよね。今だとタッチパネルになってるので汁なしが選べるっていうのが分かるようになってきたんですよね。そうかびっくりみたいな。そう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 、頼みやすくない、あ、汁なしは麺なしですね。頼みやすくないそう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 ですよねいや私もあれ大好きでたくさん食べてました。はい、はい、ということでですね、ここからは福井駅に一旦戻っていきたいと思いますよ、はい、ここからです。八幡ラーメンからだとですねエルパに戻らなくても越前鉄道に乗る方が少しだけ早いかなと思ってます。徒歩10分ほどで越前新保駅という駅から乗車します。ちなみに道中ちょっと足を伸ばすと4巻に出てきたバッティングセンターですね、あと5巻と6巻に出てきた公園なんかも登場しますよ。本当にこの福井市民の足を支えているのは主に車なんですけど、この学生だったりとかあとは雨の日の移動だったりとかそういったのでは結構この越鉄使いますよね。ヒロム先生とかいかがですか？そうですね、僕は割と雨の日のもう風の日も自転車で移動するたくましい子だったので意外と、はい、実はあまり越前鉄道僕自身が使う機会ってなかったんですけど、うん、やっぱり学校の友達とかが越鉄に乗って通学してきてて、うん、それがめちゃくちゃ羨ましかったんですよ。なんか毎朝同じ電車の同じ時間に乗る女の子と恋が始まったりするのかなって思ってなるほど、ちょっと憧れでしたね電車通学っていうのは。あ、なるほど。自転車だと目合うとかないですから、ね、そうなんですよ、ピューって言っちゃうんでそう
うなんですね。ちなみに、地前鉄道は、観光地に行くのにもとても便利で、日本海側に行く三国芦原線とか内陸に向かう永平寺線、勝山永平線に分かれていて、作品出てくるのは三国芦原線なんですけれども、観光地行くのにも便利だということで覚えておいてもらえると嬉しいなって、観光的ピックアップでした。おっと、さあさあ、もうと言ってる間に福井駅に着きました。あ、福井駅には来ましたね。これは等身大パネルですね。チラムネ福井コラボで、等身大パネルをめぐるキーワードラリーをしてるんですけれども、その設置場所の一つがここの越前鉄道の福井駅なんですね。今回は、福井駅に到着したっていう形で、巡礼ツアーの中で紹介したんですけれども、作品の中では、この駅から、この西野飛鳥と、千歳作が電車に乗っているっていうような形になります。はい、あ、いろいろ出てきますね。はい、本当このコラボの仕込みだったりとかはどんな感じでした？お二人携われて。いや、僕はもうめちゃくちゃ引くぐらい考えてます。どことどこに誰置くとこの子がダメだなとか、あ、この子とこの子近くなっちゃうなとか、この子いるからここにここ置きたいなとか、アトムは陽光中だからうんこの辺にとか、すごく考えてます。面白い。めちゃくちゃすごいですよね、伏線が。そうそうそう。なるほど、読み込んでるからこそみたいなね。はい、でもあれですよね、あのちょっと思ったんですよ、さっき、あの2巻で、あの七瀬ゆずきはどんなインスタ映えスポットよりもインスタ映えスポット、もう今リアルにチラムネの等身大パネルがいろんなところでインスタ映えスポットになってて、あ、僕間違ってなかったなって。あ、確かに、はいはいはい、そういうことだよな。あ、はいはいはい、ちょっと嬉しい気持ちになりました。私たちファンも見て嬉しくなりますし、多分知らない人もなんか急に場所にこう花が、ね、できたかのような、そんな風な雰囲気もあると思いますよ。そうですね、さあちょっと盛り上がってしまいましたけれども、ね、旅をちょっとどんどん続けていこうと思います。はい、さあ先ほど到着しました越前鉄道福井駅を出ますと、先ほどまで一番最初に探索した恐竜広場や駅前とは別の方向、反対の方向ですね。はい、こちらの出口に出てきました。こちらは東口、どんなスポットがあるんでしょうか？ですね、こちらの東口側だとですね、チラムネの重要な聖地が結構ゴロゴロとあるんですね。これも思ってたんですけれども、なぜそうなのかっていう話をするために、まずは、サクたちが通う学校について先生にちょっと聞いていきたいなというふうに思ってます。先生、お願いします。はい、富士高校っていうのは、僕の母校が、富士島高校っていうところで、その富士島高校をモデルにしているんですけれども、あの本来富士島高校が建っている場所ではなく、富士島高校の校舎とかグラウンドが越高校の場所にあるっていうイメージで、合わせて富士高校っていうことで、あの書いています。なるほど。まあ、あのちょっとうっすらそうなんじゃないかなって思ってたんですけれども、こうやってモデルが富士島高校、そして立地が越高校っていうのが、このご本人ヒロム先生の声から明らかになったのは今回が初めてですか？そうですね、こんだけ公の場で言うのはもしかしたら初めてかもしれないですね。おお。またね、聖地巡礼が楽しくなっていきますね。はい、はい、だからね、学校がこの東口側にあるから、おのずとその周辺が聖地巡礼スポットになっていくということですね。そうですね、まあ、さあさあさあ、ということでですね、こちら側もどんどん回っていきたいと思います。はい、はい、先ほどちょっと映りましたアオッサという建物の横を通って徒歩数分、これアオッサですね。はい、はい、あ、ちょっとせっくっと猫ちゃんが浮いてる。残っちゃう、残っちゃう。はい、一緒にね旅していきましょう。これはこれでありですね。ちょっと楽しい。はい、こちらですね、皆さんご存知のヨーロッパ圏の豊島分店に着きました。はい、こちらもですね、かなり重要なスポットになっております。八番ラーメンと並んで、チラムネの登場人物が日常的によく使っているお店、ヨーロッパ圏ですね。ゆずきとはる、2人のですね人気のヒロインが、よく使っているところもあって、もうマストと言ってもいい人気の巡礼スポットになってますね。あ、ポスターもありますね。あります。はい、福井といえばやっぱりソースカツ丼ということで、ソースカツ丼といえばヨーロッパ圏ですよね。このヨーロッパ圏何度も登場していますが、最初に出てくるのは第2巻ページ292ページで、メンバーは大カツ丼、カツ丼、パリ丼などを頼んでいます。
ヒロム先生結構行かれますか、ヨーロッパ圏。いやもう福井に帰ってきたらもう8番とヨーロッパ圏はマストで行きます。おちゃんと抑えてるんですね、うん、うん、なんか好きなものとかあります。いやこれ結構迷うんですよね。あのカツ丼なんだけど、他にも実は作中で出てくるのでなんとなく知ってるかもしれないんですけども、あのパリ丼っていうメンチカツタイプのやつがあったり、あとエビがあったりとかして、うん、何を何枚食うか、それともカツだけでいくのかっていうのが行くたびに迷いますよね。めちゃくちゃわかります、うん、何枚にするかね。ねえ、エビかミンチのどっちのミックスにするかが一番僕は迷いますね。めっちゃわかる。トリオにしちゃえばいいんですけどね。でもカツは2枚ぐらいたい。ここに関しては全然もたれるとか関係なく食べれちゃいますもんね、うん、はい、ちょっとわからない方のために説明しますと、ヨーロッパ圏のメニューといえばカツ丼が定番で、このカツ丼にはですねソースカツが2枚載ってるんですね。ちょっとこれも写真は違いますが、そしてですね、メンチカツのパリ丼、そしてカツ丼2枚に、カツ2枚にエビフライのついたミックス丼というのがあるんです。でこちらカツ、メンチ、エビフライのそれぞれ1枚がついた今写真が、これがトリオ丼ですね、はい、はいといったふうにいっぱいあります。そうですね、うん、割と行く僕らですら結構迷いますからね、うん、なんか僕いつもヨーロッパ圏行くたんびになんかチラムネの推しヒロイン決めてるみたいな気持ちやなって思います。もしかしてカツ丼の擬人化だったりとかしませんか。これが、なるほどね。そんなことはないですね、予想外すぎて止まっちゃったりすいません。まあ、本当にねこの選ぶ余地を与えまくるという罪深いですよね、うん、はい、ということでそれではお待ちかね、旅番組といえばですね食レポということで、今日は特別にヨーロッパ圏さんの出前が届いています。おやった、めっちゃお腹空いてた。ちょっと待ってくださいね、誰もまだ食べていいとは言っていませんよっていうことです。ダメなんですか、全員分ないんですか。ですね、ここでですね、出前を取っているんですけれども、クイズをしたいなというふうに思っています。はい、先ほども、まあ、どのメニューを選ぶか迷うという話があったんですけれども、まあ、ヨーロッパ圏って結局人気のあるメニューってどれなのかなって思うじゃないですか、うん、で、今回ヨーロッパ圏総本店さんにですね聞いてきました。ヨーロッパ圏で一番人気のある総本店のメニューは何ですかっていうことでね、でそれをこれからクイズにしようと思います。ところがですね、僕は優しくないので、カツ丼は抜いてます。え、嘘。さっきなんか一番みたいな雰囲気。そう、定番は抜きました。カツ丼 1位でしょう。いやいや、カツ丼は1位って言ってました。そうということで、どうですか、行きますか。かなりね、実はメニュー豊富なんです。メニューって今出ます、メニュー表。ごめんなさい、出ないですね、うん、はい、まあ、カツ丼以外にも結構 A ランチ、うん、B ランチとか本当にオムライスとかいろんなメニューあるんですよ。で、それだとちょっと厳しいかなっていうことで、うん、今回選択問題にしてみました。はい、今回選んでいただくのは、さっきあったパリ丼1、パリ丼ですね。で、2つ目がミックス丼、ミックス丼で、3つ目があの全部乗ってたトリオ丼です。この3つの中からヨーロッパ圏総本店で一番人気のあるものを、フリップの方に書いていただきたいなというふうに。いや難しいぞこれ。めちゃくちゃいやらしい問題だな。今回僕答え知っちゃってるので、あの大川さんとヒロム先生に、挑戦していただきたいと思います。はい、さあゆっくり考えてください。どっちだろう。僕どっちだろうっていうことで、目星はあるんですね。僕2択かな。おお、これ多分全員迷いますよね。結構迷うと思う。来られたお客さんがね、はい、で、まあ、2つ頼んであるので、はい、あの当たった方が食べられるということで、外した場合は僕と岩浅さんでいただこうかな。マジか。私たちの分はないんだ。あ、当てれば、当てれば食べれば、当てればある。そう。さあさあ、お二方どんどん書いていってください。当たった方だけですからね。岩浅さんがすごいニコニコしてる姿が見えますね。よし、決めた。本気で狙いに行きますよ。もう全然、ぜひ狙ってください。当てます。どうかな。いや、でも本当食べたいの選ぶしかないですよね。どうなんでしょうね、これ怖いな。当ててもらっていいんですけどね、うん、当てます。はい、はい、ではフリップの方を出していただけますでしょうか。はい、はい、せーのできます。はい、せーの、せーの、どう、
ちょっと見にくいですけど、ヒロム先生が1番のパリ丼で、春菜ちゃんが3番のトリオ丼ということで、やばいやばい、これで岩浅さんが食べれるのはほぼ確定ですね。いや、どっちかだと思ったんですよ。あ、やっぱり。そうなんですね。この2つのどっちかだと思って。はいはいはい。はいはいはい、それではですね、正解の発表に行きたいと思うんですけど、準備大丈夫でしょうか。はい、では正解どうぞ。あれ？お？正解は3番のトリオ丼でした。あやったー。ということで、今出ていただいたのがなんとヨーロッパ圏総本店の、専務取締役の高畑さんでした。ノリノリでお送りしてくれました。ダメ元だったんですけどね。ね、本当番組みたいになってますね。そうですね。ということで正解は3番のトリオ丼ということで、大川さんが正解です。やったー。はい。では早速食レポをお願いしたいと思います。よかったー。いいんですか、マスク外していただいて。どうしよう。画面スタジオに戻せますか。ちょっとね、スタジオに、あ、行きましたね。はい、トリオ丼ですね。いい匂いが。マスク越しでも。マスク越しでも匂う。ちょっと一口食べていただいてですね。はい。はい、あ、ちょっとですね、今だけマスク外させていただきますね、そうですね、私はね。いやいや、どっちかだと思ったんですよね。でもなんか、パリ丼は意外と、こう、熱い信者がいるのかなと。あ、全部まとめて食べたい派か。そうですね。でもなんか、俺たち、カツ丼には負けねえからみたいな。いや人たちがいるのかなと。やっぱり結局みんな3つ食べたいんだなっていうか。はい。お母さん、どうぞ、はい。どうぞ。はい、ではいただきます。いやー、いつもツイッターで大川さんね、夜ですね、食べ物のね、ツイッターでいじめられてますからね、こうやって笑顔で食べてる姿を見れるのはちょっと感慨深いですね。確かに。いつも釣られてきたばっかりですから。そう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 、いただきますね。これメンチですかね。うん、うん、めっちゃ、どうしよう、これ大川さんが食べてるから次視界が進まないぞ。いや、ちょっと待ってくださいね。でも本当に美味しいですね。あ、めっちゃジューシーなんですよ。うん、このメンチがね、やっぱり私一番大好きで、実は。ありがとうございます。メンチが好きなのにパリ丼を外してね、当てに行きましたね。汚ねえな。まあ全部食べたいっていう欲がね、ちょっとこぼれ出てしまいました、はい。ちょっとこれ後でね、ゆっくりいただこうと思います。やったー。ずっと匂いしててめっちゃお腹なっちゃったり。あ、本当ですか。ちょっと隣でね、すいませんね。いや、面白かったですね。やっぱりガチは楽しいですね。はい、もう忖度なしでいきましたよ。はい、はい、さあ、ということでですね、私はこれから残りのカツ丼を食べたいと思います。なので、あの、今からしばし休憩のお時間とさせていただこうと思います。そして休憩中はですね、特別に、はい、福井市の新幹線プロモーションビデオを流しておきますので、ぜひごゆっくりご覧ください。皆さんもこの機会にですね、お手洗いだったりとか水分補給などぜひ行ってくださいね。再開はですね、3時からでいいですかね。はい、うん、今2時47分なので3時頃からスタートとさせていただこうと思います。では3時には皆さん画面の前に戻ってきてくださいね。はい、はい、ただいま。ただいま。どうですかね、動画。ね、本当に福井の魅力いっぱい詰まった、ちょっとなんか個性的な綺麗な映像と、はい、うん、いろんなものが流れててどうだったかなと、また感想もいただけたら嬉しいなと思います。はい、ちなみにガチでカツ丼食えませんでした。裏でも食べてないです。めっちゃ恨み節がひどい。これ本当に魂かけたガチ勝負だった。私は美味しくいただきました、ありがとうございます。ガチは最高ですね。、うん、はい、さあ、ということで、休憩を終了とさせていただきまして、またですね、聖地巡礼ツアーに戻っていきたいと思います。ではでは、先ほどお送りしましたヨーロッパ圏豊島分店を出てすぐのお隣にある東公園から参りましょう。はい、はい、あ、空撮からですね、めっちゃ綺麗ですね。真ん中にある丸いあれが東公園ですね、うん、はい、こちら1巻のページ251ページで登場して以来何度も名シーンでね登場してますね。そうですね、白胸の中でエモエモ&スポコンの場所にもなってますね。正直ただの公園だと思ってたんですけれども、ただの公園をここまでなんか聖地にしてしまうっていうのは作品ってすごいなって思ってますね。どうですか。いや、なんかこれって福井の魅力ともちょっと似てると思うんですけれども、何もないから
エモくなるんじゃないかなって僕は思ってて、要は、何にもない場所だからこそ人と人、キャラとキャラがの会話が生まれて、でそれがストーリーになってエモくなるっていうのを、なんかそれって福井も一緒で、便利すぎないからこそなんかこれだけチラ胸を通じてなんかエモい街として描けたんじゃないのかなっていうふうに僕は思ってます。めっちゃいいコメントいただいちゃいました、カツ丼食べれなかったすごい、ずっと言われそうですまた、ね、別の機会にということ で、はい、でね、本当に最初ちょっと嫌なキャラだったあのキャラクターもね、うん、本当にあのギャップを感じるいいキャラクターになるのがまたこのシーンで、はい、あるということで、私も大好きなところでございます、うん、はい、ということで、さてオンラインツアーの巡礼先、なんと残すところあっという間にあと2つとなりました。だいぶ回りましたね。まあ、あの本当に今ね、ヒロム先生のお話いっぱい聞かせていただいたんですが、ここからもどんどん聞かせていただこうと思います。ということで次はですね、福井市の南東の聖地に向かっていきますよ。すごいな、これもめっちゃ雪景色、空撮用使いますね、これね、うん、はい、ね、もう田んぼの中にただ一つ、うん、夏とかになるとね、これがパーッと緑になってすごい美しくなるんですよね。よく見てほしいっておっしゃってますよね。でこれがですね、福井県立図書館ということになります、2巻に、かなり出てきてますね。で今回ですね、特別に休館日にですねしっかり撮らせてもらったので、まあここちょっと離れてもいるので今回しっかり見ていこうかなというふうに思っています。これエントランス抜けてね、内部めちゃくちゃ綺麗ですよね。そうなんですよ、めっちゃ綺麗なんですよ。ちなみにこの福井県立図書館はですね、この建物になってから都道府県人口率で人口比で入館者数、貸出者数ともに常に全国1位2位を争っているようです。ね、あ、この先生もよく行ってたんですか。そうですね、実際僕もやっぱ高校の時は、友達と一緒にここ来て勉強してましたね。受験勉強とかもずっとここでやってました。自転車で。そうです、自転車です。あ、いいですね。この勉強机ですね、うん、まさにここでみんな勉強してたんだ。ここかな、はい、これも勉強、もうちょっと先とかですか ね、 すね、この辺が、うん、まあ、休日だともう全部学生さんとかで、ああ行ってくれました、うん、行ってくれました、すごい、あーすごいすごい、この辺ですね、うん、はい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 、確かサクとユズキだけ2人向かいの席に座って、残りのメンバーが4人席みたいな感じでしたよね。カップルっぽくね。常に本当に結構席が占領されている場所ということで。ああそうですね、うん、この映像もね。まあ、ちなみになんですけれども、各年で発表される日本の全47都道府県幸福度ランキングで、福井は開始以来4連続総合1位に選ばれてるんですよね。正直は我々住んでる側としてはそんなに実感ない。そうですね、チラムネコラボ始めてから本当に幸せだなって思うこと多くなりますけどオタクとしての幸せがね、そう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 、この幸せちょっと増やしていきたいですねはい、はい、本当ですよね、まあ、そういった面以外でも本当に推定要素が多いということで、うん、まあね、ただ図書館でこの勉強する学生しかり、かなり勤勉な県民性が出ているのかなというふうに思います、うん、ちょうど画面ちょっと止めてもらって、あ、戻すかな、ちょっと、このウッドデッキあたりからあれですよね、ちょっとヤンキーに絡まれる、このオレンジたちが中を覗いてたっていうところですね、うん、外観綺麗だからちょっとシュールな感じは、うん、そうですね、今ちょっとロールスクリーンみたいなの降りてるんですけど、これ結構上がってたりもするので、うん、上がってる時はね、中からもね、そう、景色が見えてすごい綺麗なんですよね、実際そういう時にも行ってみたいですよね、はい、こちらヤンコウに絡まれた場所ということで、これね、庭がすごく広くなってるんで、ピクニックしてみてもいいかもしれないですね、うん、さあこちらご協力いただきました県立図書館の皆様、本当にありがとうございました、はい、別にヤンキーはいませんので安心してくださいね、はい、実際にここでヤンキー見たことはないです私もヤンキーは多分寄りつかない場所です、はい、そうですね、まあ、ゆずきちゃんがいたからということですね、はい、そうですね、いや県立図書館さんでした、はい、ありがとうございました。ということで、ちなみにちなみにですね、この県立図書館から画面を切り替えて、さらに南東の方へ向かいたいと思うんですが、うん、はい、南東に行きますとですね、ちらこれは一条谷の朝倉市遺跡なんですけれども、柚木の背景になってる、ポスターの背景になってる場所ですね、はい、で、そのままさらにだいぶ奥の方まで行かないといけないんですけど、チラムネファンに
人気のスポットの一条滝っていうのがありますね、うん、これ一条滝です、うん、いや本当皆さん作品で歩いて行っちゃってるんで歩いて行くって言うんですけど実際雪の中に突撃した猛者もいていやもう DM 送ったんですよやめとけと今はやめといた方がいいって言ったんですけど冬装備だから大丈夫ですって言って本当に歩いて行った猛者がいましたねすごい、 いや本当に1時間余裕でかかるんで朝倉市遺跡とかにレンターサイクルありますからそれを借りていただくなどしてもらった方がいいかなと思います、うん、先生一条滝って何かありますかそうですねやっぱ夏になると家族で行って水遊びしてたりとかあとはその一条谷のあたりになるんですけど、うん、僕は中学の頃とかなんか駅伝大会のメンバーに選ばれてたんでほうほう結構あの辺で練習走って練習したりしてましたねほうちょっとした思い出のある場所ですいいですねマイナス音を感じながらそう、まあ、飛び込んじゃいますねめっちゃきついんですけどねあそうですよね選手ですからねはいということで地上をお送りしましたさあでちょっと寂しいんですけれども皆さんが絶対気になっているであろう今回最後の聖地に向かっていきたいと思いますあそこですねはい今回のオンラインツアーで確定しておきたかったあの聖地ですわかりますね皆さんが特定に一番迷う場所でございます、うん、僕も迷いましたねえ、うんうんうん、皆さん結構熱心に探されてますねさあ画面を待ってみましょうはい、はい、ということでこちらが作中で何度も登場している通学路の河川敷でありアスネーンの水門である荒川ですよね、はい、平本先生ちょっとこちらについて解説いただけますかいやなんかここ本当に僕は好きな場所で、うん、なんだろうなこの広すぎない川の感じとかあと結構やっぱ水音がずっと聞こえてたりしてで写真ちょっとさっきのとこ戻してもらってもいいですかおっ、ここ戻れますかこのね、左端にある鉄塔みたいな、うん、これが大好きで僕はなぜかは分かんないですけど鉄塔萌えですねそうで、これが夕焼け空とかになるとその鉄塔の影とかがガーって伸びたりしてめちゃくちゃエモくなるんですよねうん特に作中でも鉄塔たまに出てきましたからねそうですねそうですねそうなんだで逆に夜になるとこの辺りって電灯がほとんどないので、うん、両脇に立ってる家の明かりだけがこう絶え間なくファーって照らされてきてそれもまたエモかったりしておでね、昨日ちょっとこの場所を見に行ったんですけど、はいはいはい、実際に3人か4人ぐらいの子供たちがバーって走り回ってておあ本当に遊んでるじゃんみたいな感じですごいみんないいねって言って見てましたねリアル聖地巡礼ですね、それもうちょっとで明日ね出てくるやつですねそうそうそういや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 座ってたら結構エモい気がしますねここにねうんあとこの川に飛び込んだ時にあちょっと来たねみたいな見失ったじゃないですかそれがまたリアルですっごい私好きなんですよ、まあね、僕の想像では小さいよりはもうちょいきれいアクションで綺麗なイメージです、ちょっと実際行くと本当にこれ飛び込んだのって思うかもしれないですけど頭の中ではもうちょっと綺麗にしてますなるほど、それとも面白いですよね本当にねここのスポットは僕実は逆の方から通学していたことがあって、で逆側だと思って最初聖地巡礼マップ仮で作ってたんですけど、他のファンの方がねこっちだっていう風に言ってて、ああもしかしてそっちなのかなと思って見に行って、ああこっちかもしれないなっていう、そのあこれ位置関係出してもらいました、ありがとうございます。越高校の今地図にある荒川の河川敷って書いてあるあたりが作品の舞台なんですけど、僕はもうちょっと西側の方ですね、阿諏訪川に向かっていく方の河川敷かなって思ってたんですけども、うんうん、こっちの方が作品の描写にあるように車が入れないとかそういったところがぴったりくるので、ああこっちなんだなっていうふうに思ったので、僕もだいぶ思い入れの深い大変難解な聖地でございましたでこちら聖地巡礼マップの方にもちゃんと記載してありますので、福井に巡礼にお越しの際は聖地巡礼マップを手に取って現地を訪れていってもらえたらなというふうに思います。先生が言ってた夜のエモみもちょっと僕も今度見てこようかなというふうに思います ね、駅からだいたい10分から15分ほどということです。はい、さあではですね、ツアーの最後といえば、旅行といえばやっぱりお土産ですよね、うん、お二人のなんかおすすめのお土産とかってあったりしますか？そうですね、僕のおすすめっていうよりも、うん、チラムネは結構お土産の情報も満載に入っておりまして、うん、至る所で福井の銘菓ですとか
名産品の名前が出てきています。そのほとんどが駅周辺で買える上に、本当にまあ福井に住んでいるものとしてもおすすめできる間違いのないものばかりですので、まあ、ぜひお土産屋さん覗いてチラ胸に出てきているのどれかなっていうふうに探してもらえたらいいかなと。例えば佐久のおばあちゃんが好きだったっていう羽二重餅だとは人気ですし、岩浅さんがね昨日ずっとへしこって言ってこの人どんだけへしこ好きになったんだろうと思ってめちゃめちゃハマりましたね。めちゃくちゃハマってるなと。お酒好きな人はねへしこ大好きですからね。岩浅さんでもへしこのおにぎりが好きなんですかね。どうなんでしょう、おにぎりなのかお茶漬けなのか、ご飯と食う感じで好きになってるのかな。いいですね。いちほまれと一緒にね。実際平本先生のなんかおすすめのお土産とかありますか。僕は何気に好きなのがもみわかめですね。こちらまでにも出てると思うんですけれども、はいはいはい、ちょっと、乾燥したわかめみたい、薄いわかめみたいなやつで、ご飯にかけて食べるとなんか絶妙な塩気があってすごい地味なんですけどめっちゃ美味しいです。うん、素朴な美味しさ、ね、素朴な美味しさですね。美味しいですよね、本当に。一応仕事なんでここでお伝えするんですけれども、まあ、福井のおすすめの一品ですね、それはですねふるさと納税のサイトですとかEC サイトですね、福井さんなどでも手に入れることができますので、もし巡礼に来れないけどチラムネの商品食べてみたいな、取り寄せてみたいなっていう人はこちらの方もチェックしてみてくださいね。はい、何よりの情報でしたね。はい、さて、まあ、いろいろとですね、今回チラムネの舞台となった福井県を探訪してまいりましたが、平本先生、今回のツアーを振り返って、もう作品だったりとか、その地元福井に対する思いなどがあれば、ぜひお聞かせ願いますか。そうですね、もっとチラムネを盛り上げてほしいっていうよりは、もう今の時点でめちゃくちゃ盛り上げてくださってるので、まあ、それよりも僕が見てて思ったのは、まあ、チラムネっていう一つの作品を通して、まあ、福井県内のもともとは全然面識がなかった人たちが例えば握手さんでつながって友達になったりとか、逆に県外から来た人を福井の人たちがこうもてなして福井っていいとこだねって言ってくれたりとか、なんかそういうチラ胸を一つのきっかけにして、まあ福井の人と人が、あるいは外の人と人がなんかこんな風にどんどんつながっていってくれるとすごく嬉しいなと思います。なるほど、新しいコミュニティがね、温かい、できるといいですよね。本当に福井コラボここまでの規模になるって思ってなかったんですよね。全く思ってなかったですねあれ本当にここまでやっていいのかって常に思ってます、ね、僕も常に思ってます、ね、ダメ元で聞いてみるといいですよみたいなすごい、やっぱり楽しいとか愛がね一番ですね。そうですね、楽しいことしたいですね。まあ、そしてなんといってもですね、先日3月18日に待ちに待った最新刊チラムネ 6.5 巻が発売となりました。おめでとうございます。これで表紙のなずまちゃんですね。はい、ということで新作を今かと待ち受けていた全国のチラムネファンの皆さんに、ひろむ先生お一言お願いいたします。はい、こちらはシリーズ初の 6.5 巻ということで、いわゆる短編集になるんですけれども、で短編集って普段は基本買わない派っていう人も中にはいらっしゃると思うんですけれども、まあどのヒロイン推しが読んでも楽しめる物語になってますし、間違いなくこれを読むのと読まないのでは後半の7巻以降の解像度が全然変わってくる、結構いい話しかけたなと思ってますのでまあもうほぼ本編のようなものだと思って、ぜひ読んでいただければと思います。読んでくださいね。いや本編ですよね、あれはね。もう何回泣いたかです私。読んでくださったいやもちろんです、そいからそいまで読みましたねえ、まあ、この千歳くんはラムネ瓶の中、これからもね福井県とともにどんどん盛り上がっていけばなと、ね、そういうふうに思っております。皆さんもですね、感染症が落ち着いた暁にはぜひオフラインでリアルでね、そうですね、はい、聖地巡礼で訪れていただきたいですよね。そうですね、それまでにコンテンツをですねまた増やしておけるように頑張ります。お、これからもまたいろいろあるということで。そうですね、なんかちょっと今話せる範囲で今後の展開などあれば。そうですね、今まさに2022年のですね予算が議会の方で審議されていまして、先日も予算特別委員会っていう、まあ、耳慣れない、まさかチラムネのオンラインツアーでみたいなこと言
場の委員会の中で、チラムネということに対して質問が出てきて、議会の中でチラムネチラムネって連呼されてるのはちょっとなかなかエモいなって思いながら見ていました。で、実際本当に来ていただいた方にすごく想像以上にいい反応をもらえていて、お店の人とかもすごく喜んでます。このまま順調に予算がつけば、2020年度中も、皆さんに楽しんでいただけるコンテンツを出していけると思ってますし、夏頃には、新しい情報をお届けできるように準備進めていきたいと思ってますので、ご期待ください。本当に楽しみですね。楽しみですね。ヒロム先生もこうやって福井にまた来てくださることも、そうですね、ありますかね。ぜひぜひ帰ってきたいですぜひ楽しみにしています。さあ、ではですね、続いては小学館さん、小学館さんどんどんいくよ、はい、小学館サイドからのサプライズ告知があるらしいですね。はい、はい、はい、じゃあこちらを見てください。ドン、おー、千歳くんはラムデミンの中 6.5 巻発売記念サイン本&グッズ限定販売、イエーイ、サイン本この告知がなですね、僕あの小学館さんからいただけると思ったんですけど、岩浅さんがまず逃げまして、ヒロム先生も逃げまして、皆さんとよろしくお願いしますって言われて、これ台本も何もない中で僕が告知しないといけないんですけど、なんかよくある 6.5 巻と、まあ、直筆サイン本とミニキャンバスですね、今小さくなっている画面を大きくできますでしょうか。はい、これ見てください。はい、エモい、はい、最高いやー、これもらった時ちょっとね、これやばいでしょういやー、隅から隅までなんか燃やされたくなりますね。そう感想が面白い。いやー、ほんとチラムネコラボやってて一番辛いのは、こういう映像をもらった時に何も言えないっていうのが一番辛いんですけど、ガガガオンラインショップで、販売されるということで、抽選で現行では100名様ってなったんですけど、なんとこれ見ると300セットになってますね。増えてまーす、当たりますよ、うん、もうちょっといけますよねっていうことが言った、いけます、そうですね、そんなノリで決まっちゃった、しましょうって言いました。しかもこれ明日からですね。あ、本当だ、明日からですね、はい、応募期間明日22日火曜日10時から4月5日火曜日の23時59分ということで、はい、応募ページ QR コードございますね。詳細を岩浅さんがツイートするっていうふうに聞いてるんですけども、ツイートされたんですかね。そうですね、ちょっとツイート見てみてもらって、あ、なんかリアルタイムでっていう、うん、あ、はい、してますね、岩浅さんの方か、え、僕も見たいなあ、しかもヒロム先生も写真はすごい、さっきね、下向きながらこのタイミング見ながら、エゴサしてるのかなと思ったらすごい仕事が早いあ、本当だ、これがこの夏が終わらなきゃ、あ、もうほら、もうすごいエモい文体、涙ちょっと切れちゃうよ。岩浅さんのツイートが全然探せないぐらい埋まってますね、これすごいですね今見たけど、ね、あの見つけ次第皆さんぜひリツイートして、あの私たちのメニューを、はい、お願いします。サイン本欲しいっていう方よく意見聞くので、はい、またぜひこれに応募してください。はい、結構倍率高そうですけどね。高そうですね、ぜひご応募お願いしますということで、はい、さてここでいよいよ本日のプレゼント企画の当選者発表に参ります。さあ皆さんいっぱいね、ツイートしてくださいましたよね。はい、さあそのハッシュタグでツイートしてくださった方の中から抽選で選ばせていただきました。ということで、画面切り替わりますかね。まずプレゼントの当選者の前、発表の前に、内容を確認していきたいと思うんですけども、はい、まずはあの白宗福井聖地巡礼セットということで、ごめんなさい、グッズセットってなってるんですけど、巡礼セット1名様です。こちらはですね、聖地巡礼マップと福井市の、ガイドブック、そしてなんとですね JTB 旅行券2万円ということで、これを旅費にしてくださいっていう、すごい、とてもとても露骨な企画でございますありがとうございます最高福井に来るためにね、使ってください、ね、使ってくださいね、いや、いいと思います。で、残りなんですけれども、福井お土産セット2名様ということで、ちなみに出てくる羽二重餅とロイヤル爽やか、そして、おろしそば、おろしそばとか、まあ、おそばですね、越前そばをセットにして2名様にお届けします。続いてですね、チラムネの聖地といえばということで、エルパさんのご提供でエルパノベルティセットということで、何人もの、ファンが、沼にハマっているエルパ缶バッジガチャの、ガチャ全部も含む
ショッパーとイラストカードを含めたノベルティのコンプリートセットを3名様。いいっすね。これでコンプリートなんですね。そうですそうです。まあただもう一つ福井コラボのノベルティのセットもありますので、こちらも全部集めようと思ってたらやっぱり福井に来ないといけないっていうような非常にやらしい企画になっておりますが、ノベルティセットもですね、これショップカード10個結構集めるの大変なので、それに加えて100名様限定だったポストカードもお付けして、お届けしたいと思います。で一応15名様ということで残り6名様にですね、ちょっと何かささやかな何かをお送りしたいというふうに思っております。なるほど、こちら楽しみですね、うんうんうん、はい、ということで、いよいよ、はい、いよいよ、はい、先生から、はい、今日は代表して聖地巡礼セットの当選者の方のお名前をこちらで発表させていただこうと思います。はい、ドキドキしてますね。はい、ということでね、私の今の、ね、このよいしょ、本当に、はい、ツイッターどうなってますか、ね、抽選結果がございます。そう、今ねちょっともう今つぶやいてもねちょっと遅いんですけどね。そうですね、離脱しないでついてきてもらいたいなと思って、ね、はい、あでもね本当たくさんのツイート来てましたからね、うん、いや当たった人ツイートしてくださいね、はい、そうなんです、ぜひツイッターネーム読み上げられた方は喜びのコメントをタグと一緒にツイートしてください。はい、つぶやきが止まっているあ、もうみんなシーンって聞いてる、シーンってしてますね、これね。オッケー、じゃあちょっともったいぶって真似なんでね、みんなボタンを押す準備してる感じですね、これね。当たったーって、みんなタグだけ入力しててくださいね、はい、やったーも入力しておいてはい、ではひろむ先生よろしくお願いします。はい、ではいきます。聖地巡礼セットが当たったのはででん、小町さんです。小町さん、おめでとうございます。おめでとうございます。見てますか、見てますか、見てるかな。一応ですね、間違いを防ぐために下の方にテロップで当選者の方の ID 出させていただいております。小町さん、お、あ、やばい興奮しちゃった怒られる怒られる、どうぞ、はい、いや、おめでとうございます。おめでとうございます、ちょっとぜひね、ツイートしてくださいプロフィール出しておけばよかったですこの方ですみたいなね、じゃあどうでしょう、いっぱいねあじらされてるとかドキドキとかもね来てましたね、はい、じゃあね、こちらのなんとプレゼントの JCB の旅行券は期限がないんですよね。ないんですよ、見た、確認したんですけど、やばいだからいつでも来れるってことです、ね、まるちゃんありがとう、プロフィールに行けたお、行きましたか、小町さん、あ、皆さんが、お、お願いしますって書いてあるから今ツイートしてるかも、ああ、って来ましたね困惑の声が困惑の声がしかもひろむ先生にお名前を呼ばれるっていうセット付きですからそうですねこれやばいですよね、泣いてるって泣いてる、ありがとうございます、よかった、これそうかな、どうでしょうね、本当ですね、はい、ちょっと改めて本当におめでとうございます、はい、ぜひ福井遊びに来てください、はい、はい、そしてですね、景品の送り先など、この情報もしくは、残りの景品の当選者の方にはですね、後日事務局より DM を送らせていただきますので、皆さんの DM 開けて開放してお待ちくださいね、はい、ご協力よろしくお願いいたします。ちょっと僕が忙しくて少し時間かかるかもしれないんですけれども、僕の何かの中身のアカウントから DM を送るようにするのでちょっと最近チラ胸が目立つようになってきたので、詐欺とかあったら怖いなみたいな気持ちになっているので僕の方から必ず DM しますので、15名の方楽しみにお待ちください。はい、事務局さんなんですね。そうそうそう事務局はまた別でもあるんですけど、なるほど、詐欺防止でなんか新しいアカウントとかだとちょっと不安かなっていうことで、そうですよね、はい、代表してということで、はい、ではお待ちください。いやね、本当にいっぱいいろんなツイートがね、最中にいただいておりましたよ、うん、わー、すごいすごい、今接続者数がですね、はい、マックス277人くらい、すごい、すごい、やっほー、ここからさらに伸ばしていきたいと思うので、実はまあ30分で終わりなんですけれども、予定だったんですけれども、はい、今回ちょっとひろむ先生が少し皆さんのコメントにもお答えしていきたいなっていうことなので、
このままちょっと延長してツイッターのコメントを拾いながら少し広先生のコメントとかいただいていこうかなと思うので、また皆さん引き続き白胸オンラインツアーって入れてなんか聞いてみたいこととかあったら拾っていきますので、よろしくお願いします。めぼしいコメントありますかね。一応感想でいただいております、うんうんうん、サンチューさんからです、はい、こうやって現地の映像を見てると作品内の描写がいかに現実の福井と結びつくネタ満載であったかがよくわかりますね。サンチューさんありがとうございます、うん、こうやってそれだけ地域ネタが濃い作品なのに福井がある読者にも受け入れられる書き方使われ方がなされてるのはすごいなというふうにいただいておりますよ、うん、めちゃくちゃいいコメントいただいてますね。そう、あとはいやこれちょっとタイムラインが流れるのが早すぎますね。早すぎてね。早すぎてよっと。なんかいいコメントありますかね。あ、うん、チャーゲズムさんかな、うん、はい。彼氏と一緒に聖地巡礼行きたみ。二人ともチラオネファンなので。やばい。それはいい。激エモカップルですね。ねえ、うん、一緒に電車とか乗って、うんうん、あれですよ、あの川とかに落ちに行くんですよ。川落ちないでください、ね、カップルだったら再現できますもんね。できる、そうですよ。阿蘇山の上で2人でこう寝転がってとか。いいなぁ、やばい。あわよくばね、あの福井に物件借りてちょっと料理作りましたよみたいな、ゆで卵以外も作れる。あ、いいっすね。いいですね。いいですね。いいですね。そこまでちょっとぜひやってください。はい、続いてどんどん見ていきましょう。うわー、いっぱい。さあ、質問もね、ぜひお待ちしておりますよ。ほんと流れが早い。早いですね。何か質問があったら。ひろむ先生見てるって。みゆみかな。あやとさんから。はい、ちょっとリクエストっぽいんですが、はいはい、ヒロム先生、東京でもいつかリアルサイン会開いてほしいと。ああ、でもそうですね、状況が落ち着いたらやりたいなっていう話は出ているんで、うん、うん、いつか早くそういう日が来るといいですね。本当ですね。ミーミーがヒロム先生見てるって来てますよ。ミーミーだろうなと思ったぞ。11月にね、福井を回ってた時にね、うんうんうん、ミーミーが福井コラボやるのかなみたいなツイートしててね。あのね、結構チラムネガチ考察勢、深読み勢なんで、はいはいはい、あのチラムネだけじゃなくて僕の行動一つとっても深読みする子がいるんですよ。すごい、いろいろ当ててますよね、ミウミはね。怖い、うん、怖い、はい、あまり余計なこと言えないなって。11月の時もね、本当にざわざわざわってして、ミウミが当てちまったみたいな、これどうする、いいねすんのかみたいな。確かにネタバレになっちゃう。そうそうそう、もしかしたらヒロム先生が髪切った時とかなんかあるぞみたいな。そういう、いやでもそんなレベルですよ。本当ですか。すごい、見習わなければ。まるちゃんさんから来てますね。ひろむ先生、6巻の写真なんですが、これ OK ですか。6巻の内容 OK ですか。こんな感じですね。そうします。あ、はい、わかりました。6巻、うん、今話してる間に告知をちょっと1個挟むんですけど、はい、プレゼントの当選者には中の人がフォローした上で DM が来ますかという質問が来ましたので、すいません失念してましたが、はい、フォローして DM 送りたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。これ内緒系でいきます。かしこまりました。ちょっと内緒系もあるので。僕はネタバレめちゃくちゃ厳しいことで有名な。 6.5 巻が発売された後で酷ですが、7巻はいつ頃出したいとかありますか。お、今聞かないでください。今聞かないでください。先生に選んでもらわないと結構ヒロムセンサーがバリバリに働いてますね。あ、来てますよ。カイボーさんから、はいはい、先生好きな果物は何ですか。果物か。これネタバレにならないですか。果物あんまり食べないな。何だろう。でも大体果物全部好きで、バナナかな、強いて言うなら。なんかスポーツマンっぽい好きな果物ですね。なんか、そうですね、あの試合の前とかに食ったみたいな。おにぎりとバナナみたいな。みんな持ってくやつだ、うん、なるほど。バナナジュースとか好きですね、あの駅とかで売ってるような。あ、はいはいはい、うん、最近バナナジュース結構ブーム来てますからね、うんうんうん、あ、これちょっと NG だったら NG と言っていただいたと思いますけど、はい、シンツンさんから、野球部時代ポジションどこでしたか。 NG です。いや謎大きいヒロム先生ですね、うん、そうですね、
佐治丸さんが、はい、昨日のトークイベントの時ヒロム先生は友達と会話が多かったっておっしゃっていたのでどんな話で盛り上がっていたのかなということが知りたいです。確かに恋バナです。いやぜ、いやでも男子高校生はね常に恋の話をするもんだと思いますよ、はい、うん、そうかもしれない。 それこそあの県立図書館で友達と勉強してた時に休憩の時ちょっと外抜けて、はい、なんかあの真ん中の水あるとことか眺めながら恋話してましたね。うわー、はいはい、理想だからまさに本当に、ね、作中に出てきたあの図書館の中での描写はちょっと理想を混じってたりするんですかね。そうですね、うん、いいですね。山先生毎回表紙って誰が選んでるかは気になるなって。これは OK ですか。誰がこの表紙のことですね。あ、多分そうだ、うん、誰がだと思う。基本的には僕と岩浅さんで相談して決めてるっていう感じですね、うんうん、でそれをレムさんにお願いする流れです。食べ物系続きますね。おでんの具で一番好きなのは何ですか。知りたい、それ SH… いや本当知りたいんですかね、うん、ちょっと間をつなぐために選んでたの良くなかったですかね。いや知りたいんですよ、ファンの心理はね。本当にパンツの色まで知りたいですから、うん、ちょっとね、おでんも NG です。NG なんだ。なるほど。あ、うん、先生の女性好きな女性のタイプ聞きますよ。好きな女性のタイプはチラムネのヒロインです。おなるほどな。あ、そっか、だから全部凝縮したのがチラムネなんですね。うん、あ、結構本当好きな何々シリーズ結構多いですね。うんうんうん、本当ですね。あ、岩浅さんがへしこつけって言ってましたが、これ答えられそうな気がしますね。ヒロム先生、学生時代阿諏訪山登ったりしてましたか。お、あ、これはいい質問ですね。あの登ってました、登ってましたっていうか走ってましたね。あの、そうですね、部活でそれこそ藤島高校から走って阿諏訪山のてっぺんまで行くみたいな練習をしてましたね。結構急な斜面ですよね。そう、きついんですよ。しかもあの競争形式なんですよ、うんうん、めちゃくちゃ負けず嫌いなので絶対一番になりたいからすごいガチガチになって手抜きできなかったのを覚えてます、ね、おすごい。いや本当にね、ぜひあの行ってみた方は阿諏訪山走ってみてくださいね。そうですね。ねえ、おねおね NG かーってめっちゃ悲しんでる人がいっぱいいる。ちょっと先生がいるかな。そうそう、なんかね NG なのはあんまり僕の、うん、あ、そうそうそう、なんで僕が NG 多いかっていうと、うん、あんまり僕のプライベートを喋っちゃうと、うん、なんかだから作品のあそこでああしてたのかっていうのが、うん、なんかチラムネを楽しむ上でノイズになっちゃうなって僕は思ってるので、うん、なんであんまりプライベート喋らないようにしてる感じですね、うん、なるほど、うん、ネタバレにならない作品の話がいいっていうことですね。そうですね、はいはい、そう、へえ、僕が質問するとあかんで、うまい質問ないかな。何分ぐらいまで拾っていきましょうかね。そうですね、うん、40分40分。お、いや、これ面白いですね。ヒロム先生、レームズ先生への愛を語ってください。おー、ですか。いや、愛しすぎて語り始めたら止まんないですよ。いや、少しだけでも本当にあのこのチラムネっていう作品がここまで、こういう風に取り上げていただけるぐらい大きくなったのって本当にレームさんのイラストあってこそのものだと思うんですよ。僕の文章だけでは絶対ここまでにならなかったので、やっぱりこのすごい透明感だったりとか、あとはやっぱりあのもちろんこのカラーのイラスト表紙とかのイラストも素晴らしいんですけれども、やっぱレムズさんってモノクロがめちゃくちゃうまいんですね。あ、そうですね、それはめちゃ思いますね。あの、うん、作品の一番盛り上がる一番いいシーンで、で大体挿絵の位置っていうのは僕と岩浅さんで相談して、うん、ここに入れたいねっていうのを決めて、あのこんな感じのイラストをお願いしますっていうことを発注するんですけれども、あのそこでもうドンピシャな、あのそのシーンが最高に盛り上がるような、うん、あのイラストを上げてきてくださるので、本当にあれがあって初めてチラムネは完成するって僕は思ってるので本当に素晴らしいです。で実際にこういうコラボでもあのこうバンバン今いろんなところでレームズさんの絵を取り上げていただいてるのって、うん、やっぱりこの街中にバンって出していてもなんか美しいというか恥ずかしくないというかっていう、なんかこの透明感っていうのがあるからこそ、やっぱり福石さんとかもこれだけ大々的にレームズさんのイラストを
使ってくださるんだろうなと思っていますので、ほら、長くなったでしょ、語り始めると。マッチングがやばかったんですよね、本当に。あのポスター最初に見たときに、やっぱりその、通常その実写とかに絵を合わせると、結構やっぱりその切り替わりのところとかが違和感出るものなんですけど、うん、すごく、まあ、兵田さんのデザイン力もあるんでしょうけど、もう一回見た瞬間に、あ、これはやばいっていうのはもうめちゃくちゃ思いましたね。うん、本当もうこのポストカードとかもありますけどね、本当に全然違和感がなくて、もうアニメから飛び出してきたみたいな、そうですよね、そんな感じですよね。これはもう本当にすごいなって思ってますね。本当に私、特にエルパさんの最近出てチョッパー、はいはい、あれいいですよね、あれ可愛いですよね。しかも細かくレームさんのこのタッチだったりとか、腕などとかが見れるので、そういったなんか細かいところも楽しませてくれるっていうのも素敵ですよね。どうします？いいですよ、読んでも。来ましたね、横尾さん、空気を読んでもらってありがとうございます。広間先生、ガガガ岩浅さんに愛を叫んでもらってもよろしいでしょうか。特にありません。あれひどい、ひどい、わざわざ許可もらったのに。今ね、求められてる気がしました、この答えを。あ、そうですか。あレームさんの後のこの淡白な感じが、はい、まあでも本当に真面目なこと言うなら、うんうんうん、やっぱりこのチラムネっていうのは、うん、まあ、僕がいて編集としての岩浅さんがいて、うん、でレームさんがいて、本当この3人のチームじゃなかったらありえなかったと思っているんで、うん、やっぱりそれぞれがそれぞれの立場で自分の仕事にプライドを持って、あの結果ギリギリまでいいものを作ろうとしているチームなので、本当にこのメンバーで、と巡り合えてよかったなと思ってますね。冷たいこと言った後で優しいことを言う。これが愛の飴とムチですね。なるほど。こんなんとかどうですか。はいはい、こだわってそうなポイントかなと思いました。あ、 NG ですね。あ、そうなんですね。意外でした。こだわってるとこまでは語ってもいいですけど、ね、あ、なるほどね、うん、はいはいはい、いろいろあるんですね。そうそう、そうですね。うん、あと 1,2 問ぐらい拾って終わっていこうかなと思うんですけども、はい、はい、うん、あ、いかがですか。あ、大丈夫でしょ。大丈夫ですか。うん、はい、昨日講演会で語ったこととかぶってないですけれども、はい、沖さんからいただいてます。史上初のデビュー作でコノラの2連覇という快挙を達成されましたが、今後の目標みたいなものってありますか。はい、これちょっと昨日の講演会で同じことを語っちゃったので、昨日来ていただいた人はちょっと同じ話になっちゃうかもしれないんですけれども、やっぱりどんどんこうやって作品が大きくなってきて、でこういう福士さんとかともコラボしてってなってくると、どうしても書くときに、例えばちょっと読者の顔こういうことを書くと読者嫌がるかなとか、やっぱ SNS とかでいろんな感想を見てるとって思っちゃうことはあるんですね。だけどやっぱりそもそも僕が小説を書き始めたきっかけっていうのは、あくまで自分が読みたい物語を書きたい、自分がすごい好きだなって思う僕の読みたいものを書きたいと思って書き始めたのがきっかけなので、まあこうやってどんどん知名度がありがたいことに上がっていって、いろんな方の声が聞こえてきても、まああくまでこれから先もずっとまずは自分のために、もちろんそれ自分が面白いと思えるものを、書くっていう気持ちを忘れずにやっていけたらなと思ってます。で結果としてそれを読者の皆さんが読んで楽しんでくれたらいいなっていうふうに思ってます。うーん、本当にこの好きっていう気持ちが作品の中からも溢れてくるので、私たちもダイレクトに好きになりますよね。うん、いっぱいいただいておりますね。いっぱいいただいてますね。うん、なんかいい話でまとめてくれてありがとう。ガガガ岩浅。岩浅さん。本当すごい。これなんかもしかしたらトレンド入りとかしそうなぐらいの勢いですよね。どうなんでしょうね。だから少なくともこの福井付近のトレンドにはなってそうですね。まあ、そうですね。うん、瞬間時点だと、あ、これどうですかね。なんかこれ僕は結構面白いかなと思うんですけど、あ、ダメかな、うん、NG かな。そうですね。うん、うんうん、ね、こうやって謎も残しつつ考察する楽しさみたいなのもね。あ、なるほどね、常にあるのがね、チラムネの良さですよ。
先生、あと1問ぐらいご自身で拾えれますか。そうですね。皆さん楽しんでもらえてましたか。どうですかね。ね、いかがですか。ぜひあの感想などもね、お教えていただきたいですね。いただけたら、はい。ああ、そっか。そうですね。すごい、でも200人超えるとは思いませんでしたね。どうしようかな、今のがちょっとまとめっぽくなったから、うんうんうん、そうですね、まとめで切っちゃった方が良かったですかね最後、あ、まあじゃあこれにしておきましょうかね。まとめっぽくはないですけど、はい、この一文はすごく納得いってる的な文ってありますか、聞いてみたいですねっていうのがあるんですけど、うんうん、まあ基本的に納得がいってない文は出さないっていうのは大前提として、うん、その中でもやっぱりもう一章の第一文目というのはものすごくこだわってますね、はい、毎回、はい、やっぱりチラメって全体的にすごい臭いセリフも多いと思うんですね。普通の高校生がこんなポエム読むかなみたいな。だからやっぱチラムネ読むときって頭をチラムネモードに切り替えてほしいなと思うんで、大体一章最初の一文ってなんか、あ、来た来たみたいな、この臭いのがチラムネだよな、チラムネ入ってきたかみたいな風になってほしいなと思ってて、そういう意味で一章書き出しの一文からの大体見開き2ページぐらいっていうところは特にこだわってるところですね。で、今回大変だったのがですね、毎回そこめちゃくちゃカロリー使うんですよ。でも今回なんと 6.5 巻で4つのお話があるんですね。ああ、そっか。ということはこの書き出しも4回あるわけです。ああ、はいはいはい。これがちょっと大変だったところですね。短編だとこうなるのかって4回かあれがっていう、まあそういう意味で短編でも書く最初の書き出し2ページとかはちょっと僕がそういうふうに思ってるんだなって考えながら読んだり読み直していただけると嬉しいかなと思います。よかったですね。いや本当に解像度上がりましたね。またね、次から読む時の楽しみが増える感じのまとまり方しましたね。今からでも本当に読み返したくなりました。さあ、ということでお時間をいい感じになってまいりましたね、はい、気がつけばもうこんなにあっという間にこんな時間となっております。本当ね、すぐでしたね。すぐでしたね、ね、もうあと2時間ぐらいやりたいんですけれども、ね、いかがでしたか、お二人とも。そうですね、やっぱ緊張したっていうのとね、時間収まるのかなっていうのをすごい思いました。でまた伝えられなかったこととかはいっぱいあるので、そういったことはまたこれからのコラボの中で皆さんに、僕はなんか自然に気づいてほしいなっていうのを聖地巡礼企画の中では考えているので、全部言うんじゃなくて、その回ってみてちょっと参加してみて、ちょっとずつ思ったきっかけからなんか入っていくうちに、あ、こういうことだったのかなみたいなのを、そのファンの方に持って帰ってもらいたいなって思って聖地巡礼企画作ってますし、何遍訪れてもその度に違う気づきがあるみたいな、そんな企画にしていきたいなっていうふうに思ってますね、はい、余白ですね。最後ではひろみ先生から一言コメントいただいてもよろしいですか。はい、本当に最初福井を舞台にした時には、まあ、まさかこんなことができる日が来るなんて思ってなかったんですけれども、せっかくこうやって福士さんにこういう場とかをいただけるようになったので、まあこれまでも、あ、これからもチラムネを通じて、もちろん別にチラムネを福士紹介ガイドにするわけではなく、あくまでさっき言ったように僕が書きたい物語を書いていく中で、やっぱこの福士っていう場所の魅力っていうのも引き続き伝えられていけたらいいなと思ってます。ありがとうございました。さて、本日ですね、先生そしてデクラさん、視聴者の皆様本当にありがとうございました。本日はですね、ご多忙の中オンラインツアーにご参加いただき本当に誠に感謝しております。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、これにてチラムネ福井コラボオンラインツアーを終了とさせていただきます。この動画は動画として残るんですかね。あ、そうですか。一応一回消した後で、中身をちょっと審査してもらって、はい、OK が出たらもう一度上げようと思いますので、その時はまた告知させていただきますので、はい、もしかしたら少しちょっと編集入れてという形になるかもしれませんが、お届けできるようにしていきたいなと思ってます。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。さあ、それではこれからもチラムネと福井、何卒よろしくお願いいたします。それでは次回はぜひリアルでお会いしましょう。今日はありがとうございました。さようなら。ありがとうございます。バイバイ。